どうも、やらまいくカンパニー、もちもち大福です。お茶丸団に祭り大やいそう。さあ、本日の動画は、はい、演習弁知ってる知らないこれ。さあ、これ珍しいパターン、またはこんな感じ。ほう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 、これなんですけど、はい、ほう、これまず、お茶丸は使ったことなかっただよ。これ演習弁なの？これはね、演習弁なんですよ。ほうほうほう。まーつりーだやいそう？やいそう？やいそう？これなんですけど、はい、まずね、経緯から話していくと、うん、例えば、やらまいか来るの皆さんからもコメントでいただく言葉なんですよね、はい、うん、これありますよねみたいな、うん、で、インターネットでその演習弁で検索した時も出てくるワードなんですよ。ほう。で、これ、はい、あのお茶丸は本当に聞いたこともないし、うん、使ったこともない、うん、自分の中ではね。ほう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 。だけど演習弁を使う地域もさ、うん、広いじゃんね、うんうんうん、全然俺は分かんなくって、うん、で、あの調べただよね、うんうんうん、で、これは、うん、その腐るっていう意味なんですよ。ほう。そう、腐る。使ってる人たちから聞くと、あの、まあ、こっちっちゅうよりも、うん、なんかこういう風な方がよく使うんじゃないみたいな感じで聞いただよね。ほうほうほう。でもさ、もうこの文字だけ見たらさ、もう本当になんかお願い事というこっちだよね、だからね。そう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 。こういうやつだよね。そう、そういう風にしかさ、わからんじゃんね。わからんもんでさ、はい、FM ハローに、はい、原田さんっていうアナウンサーさんがいて、はい、僕たちすごくお世話になってるので、お世話になっております。もうわからなすぎて、うん、あのもう原田さんは優等出身だもんで、うん、あのわかるよっていう感じだったもんで、はい、ボイスメモでね、うんうん、教えてもらったやつ聞いてください。こんな感じ。これ願ってるら、これ願ってるに、願ってる、願ってる、うん、っていうらしいだよ、うんうんうん、もう不安だに俺も願ってるやって言ってたね。そう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 。で、こっちだったら、うん、ねがるっていうらしいだよ、うんうんうん、もう本当に分からんもんで、うん、今も使えてるのかが俺はもう分からんぐらいの感じだから合ってない可能性も出ちゃうよね。そうそうそう、うん、東京とか、はいはい、で僕生まれたとこだったら多分願ってるになるね、うん、お願いしてるの願ってるとか、そっちの意味だよね、うん、だから今はこれひらがなにしてるけど、うん、本来だったらもう漢字でお願い事の方のやつだったら、うん、みんなもその音がポンってさ、うん、その出てくると思うんだけど、うん、これをそのこちらの演習地域では、うん、例えばこれだったら腐ってるっていう意味だよね。だから LINE の文面でこれだけ来たら多分全然違うように受け取っちゃうよねそうそうそう、音で聞いたらさ、そのね、演習文で言われたら音が違うから違うこと言ってんのかなになるけど、そう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 、 LINE でこれだけ届いたら、うん、なんかお願いしてんのかなみたいにはなっちゃうよね。そうそうそう、だもんで、うん、あのこの言葉は、うん、あの例えばその食べ物とか、うん、まあ、そういう時によくやっぱ使われてるみたいで、うん、使ってる人たちからしたらね、うん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 、で俺同級生の友達にもさ聞いただよ、中学校とか高校の友達にも聞いただよ、うん、だけどやっぱ同じように全く知らないっていう人もいたし、うんうんうん、わかるけど自分では使わない。だからそのさっきのあの講師の方も、うん、自分ではもう全然使わないよ、うんうん、意味はわかるし、うんうん、音もわかるけど、うんうん、自分よりもやっぱ上の世代が使ってたイメージで、うん、まあ、例えば家族のもう自分のお母さんとか、うん、その時のおじいちゃんおばあちゃんとかが使ってたもんでみたいな、わかるけど私ももうさすがに今は使わんなみたいな、うん、そう、これはもうさ、うん、あの例えば今まで扱ってる動画のものとかで、うん、なんか例えばものワードを見て、ああこれこれみたいなのとか、うん、逆に言えばあこれをよく使うなみたいなのってあるだけど、うんうんうん、今回のものに関しては俺は本当に知らんかったってやつで、うん、中学校とか高校の時の友達に聞いても、うん、知らない人は本当に知らないっていうし、うん、あの知っててもその自分では使わないみたいな、うんうんうん、でもあの使ってる家族で使ってるよとかさ、うん、っていうこと方々はあのいたもんで、うん、うわ本当に奥が深いなっていうふうに思っただよね。多分その知ってる人、例えば、うん、あの
俺が聞いた限りでいくと、使ってる人は本当今でも使ってるって言ってるし、もちろんその周辺では自分の周りも使ってたりはするって言ってるもんで、そのなんか不思議だよね。同じこの浜松市で今育ってて生きてても、知ってる言葉と知らない言葉が出てくるっていうね。だからポケモン図鑑みたいなね。そう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 。お茶丸はだから今願ってるをゲットしたわけでしょ。そうそうそう。編集弁図鑑を。そうそうそう。だからもうこれでだからインプットされてるし、自分の中でももう情報としては持ててるけど、でもやっぱこうドキドキする。今もこの音が使えてるのかみたいなさ。そうそう。だからこれは本当にあの大福と同じ感覚というか。あのこれ知ってる系じゃなくって、俺も教えてくださいっていうような感じで、もう本当になんか分かんない言葉だった。ねがる言わないなそうだもんで、使う方々はねぐさるみたいな、この音も合ってるか分からんに、もう俺は。でも文面字面としてはそういう使い方もしてるとか、だからネットで見た時にはこっちで出てくるけど、実際使ってる皆さんからすると、これっちゅうよりは、こういう形での方が使うみたいな。大根願ってるとか言うってことね。っていうことだと思うよ。使ってるね。なんていうかわかんないけどね。いや、でもなんか本当に、あの、わかんないあのアクセントだもんで、これはもう本当にドキドキしたし、でもよくコメントは、いただくもんで、なんかずっと扱いたいなっていう、あのワードだったもんで、今回それを紹介させていただいたっていう形で、皆さんやらまいか来るのみんなの中でも、知ってる方と知らない方ってすごいパックリ分かれそうな気がするもんで、皆さんはどっちですかっていうのはね、ぜひ教えてください。はい、分かってるこれ願ってる。もう二人ともチンプンカンプン。いや、そうだから本当に奥が深いなと思ってね。願ってるでしょ。願ってる、これがだから願ってる、願ってる、うん、こっちは多分願ってるだよね。そうだね。うん。なんでもなんでお前が俺に聞いてんの。それはわけわかんない。そう、でも本当にだもんで、俺はあの知らなかった言葉で、だけど知ってる方はもちろん皆さん知ってらっしゃるということなので、これは本当に勉強になったなと思ってね。奥が深いですね、まだまだね。いや、奥が深いですよ。はい、ということでこれからも2人で頑張っていくもんで、高評価とチャンネル登録よろしく頼むに、やらまいか。高評価とチャンネル登録よろしく頼むに、やらまいか。次の動画も見てね。